っぱり YSP。 皆さんこんにちは、今回の動画はですね、三大運動をテーマにやっていきたいと思います。今日はですね、すごく吉報があります。吉報はですね、まずですね、今ちょっと熱があってですね、冷静な判断ができない状態になってます。お酒を飲んだ時のような感じですね。なので、こんな日はですね、動画を撮ってですね、逆にそういう時の方が面白おかしいものが撮れたりするもんで、あえてですね、こうカメラを回してるんですけども、ただ別にテーマはこれといってないんですよ。なので最近ちょっと話題になっている三内運動の廃止について、せっかくなんで話してみましょう。難しいテーマの方がですね、こういう時はより頭が混乱して面白くなるんじゃないかというふうに、考えておる次第であります。で、真面目な動画は期待しないでくださいね。だからで、三大運動っていうのがどういったものかっていうのをですね、ご存知ない方もいらっしゃるんじゃないかということで、すごく雑に説明をするとですね、三大運動って簡単に言うとバイクにとってはですね、ものすごい悪法だったんですね。で、どういったものかっていうと、若い方、高校生の方とかにですね、バイクを買わせない、乗らせない、運転させないだったかなみたいな、とにかくバイクをあっち行けっていうような厳しいルールがあったんですね。で、それによってですね、もちろんその全国で完璧に施行されてたルールじゃないと思うんですよ。なので、場所によって、住んでる場所とかによっては、その三大運動によって18歳19歳になるまでバイクの免許が取れなかったりとか、そういうものが昔はあったんですね。ただそれがですね、どうやら役割を終えたという扱いで発表にはなってますね。で、話としては一定の効果があった、若い方の命を守るために一定の効果があったんじゃないかというのを、形としては言ってます。で、実際この三大運動どうだったかっていうと、16歳っていう年齢はですね、特に今はそうでもないかもしれないですけども、それこそ20年も前の話をすると、すごくそのオートバイに興味がある。で、想像してもらえると分かると思うんですけど、まず世の中に携帯電話とかスマートフォンなかったんですよね。そしてあるものってもう雑誌とかそういったものしかないんですよね。テレビ、雑誌、この2つですね、基本的な媒体っていうのはそんな感じになってました。で、そうすると世の中の流れってすごくその一本化するんですよね。今でもテレビとかインターネットで話題のニュースがあると、すごくそこに一本化するような、世の中の流れはあるんですけども、昔はですね、その流行自体が一本にまとまっていた。だから結構若い子の中ではですね、特に15歳ぐらいからですね、オートバイというのはすごく流行るというか、もうみんな乗りたい乗りたい、かっこいいかっこいいっていう人が多かったんですよね。その年で乗れるものとしてはですね、やはり自転車に乗ってたところからのスクーターですから、すごくその幅が広いというか、世界が広がるんですよ。分かると思うんですけど。で、他にこれといってね、課金するようなものがなかったので、やっぱり当時の若い人たちはすごくバイクに憧れていたと。で、18歳になると今度車だ車だってみんななるんですけど、そういうなんか一時的なブームというか、やっぱりすごくそういうのが流行ったんですね。で、漫画なんかもですね、すごくオートバイ漫画が多くてですね、わざと皆さん、知ってる、これはもうご年配の方が喜ぶように、ある程度の年齢の方が喜ぶように名前を出していくと、例えばぶっこみのタクっていう漫画がありましたね。それから、何があったかな、カメレオン知ってますか、カメレオン。それとここでさらさら出ないのはもうちょっとダメなんですけど、バッドボーイズってありましたね。要は不良漫画ですね。湘南爆走族とか、そういう不良がオートバイを颯爽と乗りこなしてですね、数々の伝説を築いていくというものがすごく昔は流行ってですね、やっぱりそういう時代だったんですね。ところがやはり交通事故、それから暴走行為というのがですね、すごく社会問題となってまして、今よりもはるかにいろいろあったので、それでそういう大人たちがですね、若い子たちを守ってくれるために三内運動というのを作って、もう根本的に触らせないのがいいんじゃないかというような、三内運動というのがあったんですね。で、個人的にも実は三内運動当たってまして、実は昔違う、今みたいに横浜にいなかったんですね。で、高校生の時やっぱりバイクの免許が欲しかったんですけど、僕の場合はですね、多分人一倍というか、もう取り憑かれたようにそれしか考えられなかったんですよね。当時オートバイ、オートバイに乗りたい、もう年がやっぱり3月生まれなので一人遅いんですよね、免許取れるのも。で、すごくすごくどうしても欲しかったと。もう寝ても覚めてもですよね。なので人よりも症状が重かったんですよね。で、その時にやっぱり三内運動、自分が住んでる県は三内運動で18歳まで免許が取れませんっていうルールがありました。で、もうどうしても我慢ができなかった。
どうしても我慢ができない、あの頃の1年ってもうすごい長いんですよね。今の1年ってあっという間なんですけど、なのでどうしたかというと、住民票をですね移しました。で、神奈川県に、神奈川県は三大運動がなかったんですよね。で、神奈川県に住民票を移して、わざわざ電車に乗って神奈川県まで行って住民票を入れて、そこに住んでますと。まあもちろんそのすごい大変でしたよ。高校生がやるわけですからね、16歳ぐらいの人間がやるわけですから、もう一生懸命調べて、で、その住民票を移した瞬間に今度合宿免許に行ったんですよね。で、免許を取ってすぐにまた住民票を戻したんですよ。で、免許だけをとにかく取ってきた。ところがやっぱり学校にはバレるんですよね、住民票を移したことによって。学校にはバレて、やっぱり呼び出しを食らいまして、でもですねうまく、切り抜けまして、まあ、その辺の詳細は あまりにも時代背景が今とは違いすぎるのであえて言わないですけど、まあ、ただですねうまくなんとか乗り切ってですね、16歳にしてやはりバイクを、免許を手に入れることができてですね、そこが危なかったかと言われると、今考えるとすごい危なかったんですよね。やっぱり今みたいに世の中が成熟してなかったので、こういうのが危ないよ、こういうのが安全だよっていうのは今みたいに情報が共有化されてなかったんですよね。今の時代はやっぱりインターネットがあるので、すぐこういうのは危ない、こういうのはやめよう、共有できるいい時代ですけど、当時はもうなかったので、もう漫画で見たようなことをまんまやろうとして転んだりとか、そういうのもありましたけども、ただその、個人的にも思い入れが深いというか、やっぱり苦しめられたですね三大運動というのが、どうやらなくなるようですね。で、その三大運動がなくなること自体は、まあいいことなのかどうかは分かりませんけど、それはまあ世の中のこの先の流れでどうなるか、怪我人が増えるのか、それともバイクが発展していくだけなのか、若い頃から教えることによって逆に事故を未然に防ごうという発想なので、時代に合わせて法が変わったというだけの話にはなるんですけども、ただですねやはり、一つ言えることはですね、結局全ての物事っていうのは、その前の世代の人たちの行動で決まっていくっていうのが実はあるんですね。で、それはですね例えば確かに細かいルールが決まってないからといってですね、暴走行為を繰り返してしまった、それがかっこいいと思って、まあ若気の至りだからしょうがないですけどね、ただそういうことが例えばあった、そうするとそれに対しての対策が出てくるんですね。でもそれってそれを命中するのはですね次の世代の人たちなんですよね。まだ何も悪いことをしてない人たちが、場合によっては自分はそんなことする気はなかったのに、世の中から縛られてしまう可能性がある。そして、それはですね昔から続くものなんですね。今始まったことじゃない、成人式とかそうですよね。下手したらもう中止しようかっていう議論が出てしまったりとか、でもじゃあ普通に成人式をしたかった人たちからするととても悲しいことになりますよね、それがもしなくなってしまったら。なのでオートバイの未来というのはですね今ハンドルを握っている皆さんの手に実はかかってるんですね。だから今かっこいいからっていう自分の潜在意識の中で違法な音を出して走ってしまったりとか、たとえそれが合法だったとしても周りの他の人たち、ライダーではなくてね車を運転している人とか歩いている人とかにですね気を使わずにですねそのまま好きなように運転をしてしまったりとか、そうやってオートバイの印象を悪くしていくとですね当然将来の自分にも関わってきますし、それだけではなくてですね自分たちの可愛い後輩たちいますよね、皆さん職場でもいるでしょうし、高校生の方は高校の後輩いるでしょうし、そういった人たちに自分が思いがけず、すごく大きな迷惑をかけてしまう可能性があるということは、この三大運動の話からね言えるんじゃないかというふうには、まあ、思ったりはするんですね。まあ今日はだらだらとなんか身のない話をしてしまいましたけども、ぜひ皆さんもですね、せっかく、まあ、楽しいオートバイに乗るわけですから、次の世代の方々もですね楽しく乗れるようにですねその辺も配慮してですねかっこいい先輩として君臨していただけたらですねかっこいいバイクがよりかっこよく見えるんじゃないかななんて、思ったりもします。それではですねまた次のフリートークでお会いしましょう。さよなら。